こんにちは、シェアス横浜店のイヤちゃんです。本日こちら私の方でご契約させていただきました愛様の車両の紹介をしたいと思いまして、今回リムジン8で作ってます。結構問い合わせ多いリムジン8なんですけど、まあやっぱり金額だったりとかでなかなかなっていうのはあるんですけど、でも結構ワイドでリムジン8、リムジン7作りたいというお客様もいらっしゃるんで、今回ちょっとそれでもあってワイド版でこの愛様のお車作っているのでご紹介したいなと思いまして、この後早速行ってみたいと思います。お願いします。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。今回の愛様の車両なんですけど、もう見てください。まあこれですよね。もうまずドンと CRS のバットパネル、ワイド版用、ワイド版用、ワイド用ですね、取り付けさせてもらったやつ。もうこれですでに迫力が、もともとワイドってやっぱり迫力あるんですけど、やっぱりここのラインだったりとかでこうちょっと悪い顔になりますよね。で悪い顔になりつつのこちらフロントリップスポイラーバージョン4で低く見せてますね。迫力すごいですよね。かっこいいですね。今回リムジン8なんでパッケージが使えないので、あくまでそれぞれ個別にこうパーツの方を入れさせてもらってるんですけど、まずこちらドアミラーウィンカー、こちらのはバレンティのドアミラーウィンカーの方を入れさせてもらってます。まあ、実際やっぱちょっとここにこうやっぱりウィンカーがつくってかっこいいんですけど、やっぱおすすめですね。で次やっぱこれここでしょうね。今回ワイド版なんで当然まあオーバーフェンダー付けさせてもらってるんですけど、今回EL、見ていただいた通りの EL なんですけど、あのカラーの方がブラシド、まあ、これお客さんのご希望なんですけど、なんでちょっとこう近くに見てもらうとちょっとこう横の線が入ってるような形、ほんと近くに寄ってみないと分かんないんですけど、そちらのブラッシュの方を入れさせてもらってまして、まあ、センターキャップをシルバーにして、はい、2ピースシェルナットもそれに合わせてシルバーにちょっと変更させてもらってるんで、でこちら、まあ、ホイール19インチ入れてるんですけど、タイヤのサイズは225の40入れてます。でローダウン3インチ下げてるんで、まあ、やっぱりさすがに225の40じゃないときついかなと。隙間も結構いい感じでやっぱり収まってるんで、ただまあやっぱりちょっと見て分かる通り低いですね。でこちらサイドライナーですね、入れさせていただいてます。サイドライナーを入れてさらに低く見せるような形で、ちょっと後ろ来てもらっていいですか。もう今回先に外をもう全部見てもらおうと。こちらそうですね、リアライナーの方も入れさせてもらって横のライン合わせてます。で今回ちょっと私先ほどワイドバンって言いました、ワイドバンって言ったんですけど、このリアバンパー見てもらっていいですか。ワゴン GL 用のリアバンパー入れてます。でまあ当然純正品なんで物もいいですし、なおかつまあこういったやっぱコーナーセンサー、インテリジェントクリアランスソーナー入ってるんですけど、当然純正なんでそのまま移植ができるという形になりますので、結構やっぱりワイドバンでこれ入れる方はまあまあやっぱりいらっしゃいますね。まあこちらウルトラシグマを入れてちょっと見え方変わるんですよね。他のレボシリーズとかともちょっと見え方変わりますし、入れる方は多いです。まあちょっとこういった形でテール変えていたりとか、マフラーカッターですね、入れさせてもらってます。そうですね、やっぱりちょっとリアライナーを入れるとちょっとライン的にここが結構寂しくなってしまうんで、そういうのも含めるとやっぱりこういったマフラーカッターだったりとか入れてあげるっていうのはやっぱり効果的ですね。まあ、そういった形で外装の方カスタムさせてもらってまして、まあ、今回やっぱりリムジン8気になるのは中、ちょっとそちらの方を紹介したいと思います。はい、じゃあ早速行っていきましょう。はい、では早速内装をご紹介していきたいと思います。ナビの方こちら見ていただくと分かる通り画面大きいんですよ。こちら9インチのラクナビの方を入れさせてもらってます。カロッツェリアの方ですね。でこちらのパネルの方が ATV グマさんのパネルですね、はい、こちら使わさせてもらってまして、はい、結構やっぱりサイバーナビに合わせて入れることが多いんですけど、今回ちょっとラクナビ入れさせてもらっていて、やっぱり同じカロッツェリア製品問題なく取り付けてきましたね。でこちら今回そのカロッツェリアのナビ入れさせてもらってるんですけど、こちらですねやっぱりまあ HDMI の入出力機能ついてるんで、はい、それ用のソケットも入れてるんですけど、はい、でここでアルパインが出てきます。アルパインの HDMI のビッグ DA の方ですね、それ専用の方になるんですけど、はい、実はこちらも使えるんで、で中のコード配線だけちょっと変えてるんですけど、はい、まあ、そういった形でこれを取り付けすることもできます。このナビにプラスアルファでフリップランモニターも入れてるんですけど、
最初はやっぱり 10.1 インチのフリップダウンモニターのお話をさせてもらってたんですが、こちらちょっと見ていただけますかね。ドンとやっぱり画面大きくしたいということで、はい、ここはアルパインの 12.8 にさせてもらってます。当然メーカー合わせなくてもいけるので、うん、やっぱり大きいですよね。でこちらのいいところ 12.8 も当然画面が大きいっていうのもいいんですけど、はいはい、ルームライトの方もこちらのスイッチで切り替えができます。でプラズマクラスターも実はついてるんで、こちらの方にマークが入ってますね、こちらの方にボタンもついてます、はい、プラズマクラスター付きという、まあ、なんとも豪華な仕様になってますね。ちょっとこの後はアイ様のお車のメインとも言える部分、はい、紹介したいと思います。はい、では再び外からなんですけど、こちら2列目、はい、こちらのシートをちょっと失礼しますね、はい、ちょっと座らせていただきまして、はい、こちら実は稼働します。スライドレールがついております。例えばお子さんが小さかったりするとやっぱりここのスペース開けてしまうとっていうのもあるので、前に出すこともできますし、通常の位置よりも当然ちょっとここの下のところにフロアマット引いてあるんですけど、このラインが元々の位置なんですよ。そこよりも下がってるんで、このアイ様のこのリムジン8、足元広々です。なんかこんな風に座っていいのかなと思っちゃうんですけど、まあ、当然リムジン8ということで当然3列目があるんですよ。見えますかね。あ、はい、こちら3列目も3人乗り、はい、でこちらの3列目のシートまたちょっと乗りますね、はい、こちらもですね実はスライドするんですね。これが今一番後ろまで下げてます、はいはい、なのでめちゃくちゃ広いです。かなり広々としてますね。もともとやっぱり中広く作られてるんで、はい、それで2列目のシートも動かせるし、はい、3列目も動かせる、うん、当然ここになったらもう足なんか伸ばせますよね。確かに、まあ、当然後ろに例えば荷物を積みたいってなった時はこれを前に出してあげる、はい、ただ見てください、前に出しても広いんですよ。でシートに前のシート今2列目のシートに関しては元々の位置にしてあります。なので本来の位置でもこの広さなんですよ。今回ワイドバーン、まあ、ワイドなんで突然横幅あります。で3列目のシートに関してもワイド版用のシートになるんで、はい、その分やっぱりちょっとこうスペース的なものはゆったりするかなっていうのもありますね。なので3人仮に座ったとしてもそこまでこう窮屈な感じはしないです。当然ながらにリクライニングもするので、例えば両方とも倒してあげる、はい、でこれなんですけどちょっと今ヘッドレストついちゃってるんであれなんですけど倒します。これヘッドレストを外してあげるとフルフラットにできるんですね。で、まあ、当然セカンドシートがスライドするんでそれに合わせてよいしょやることもできます。ごめんなさい、ちょっと今パパは足りなくて全然下げられなかったんですけど、なるほど、フラットにもできます。後ろでゆっくりしたいなという時はこういった形にすることもできますね。よいしょ、これを元に戻してあげても、2列目のシートこういった形になるんでちょっと3列目にアクセスするためにはちょっとだけこうスペースやっぱ空けた方がいいかなっていうのはありますね。紹介したいところはそこで終わりじゃないんですよ、はい、松井さんちょっとそのまま裏じゃない後ろ行きますよ。今一番前まで出してるんですけど、はい、このスペースですね、はい、実際先ほどまでここに実はノーマルのタイヤ4本積んでました。なので実際家族で例えばどっかに出かける、それこそお子さんのまあ自転車入れる、はい、それもできるんですよ。おもう一つちょっといいところがありまして、はい、まあ、当然シート自体は重いんですが、はい、取り外しができます。しかも、まあ、こういった工具を使わないで外せますよ、取り付けできますよっていう形になってるんで大人が2人いれば外せます。おちょっと1人は大変だと思うんで、はいはい、そういったこともできるんで、はい、使い勝手はめちゃくちゃいいと。で特にやっぱりワイドバーンでリムジン7、8、7人乗り、8人乗りをしたいなとか欲しいなっていう方はやっぱりお問い合わせ結構もらうんで、はい、2列目だったり3列目、はい、結構やっぱり言われるのがアイソフィックス対応してるんですかって言われるんですけど、はい、そちらも対応してます。で当然、シートリマインダー、はい、座ってるシートベルトをしないと反応しますよっていうやつがついてるんで、なるほど、そのあたりも問題なく、シートベルトもしっかりとこちらの方にもここ3点用ですね、はい、真ん中用とあと後ろ2つ
も追加でついてますので、はい、そのあたりも安全性も問題なくです。しかもワイドバーンなんで本来だったら1ナンバーなんですけど、はい、こちらも3ナンバーになってます。なのでいろいろとやっぱり常用登録になってるんで、はい、変わる部分だったりとかその分ちょっと金額が上がってしまう部分だったりとかもあるんですけど、はい、3ナンバーなんで、まあ、今回オーバーフェンダーとかつけてますけど、はい、もうそちらで登録かけてるんで、はい、全然そのあたりも気にせず乗っていただける。ただ気にする部分は最低地上高ぐらいかなっていうところですね。めちゃくちゃ低くかっこよくなってるんで、はい、その分そのあたりがもしかしたら、まあ、今回は最低地上高保たれてるの問題ないんですけど、はい、これよりも下げたいって方だとちょっとそのあたりも気にした方がいいかなと思います。まあもう自分としては語りたいところ話したいところ話したんでもう前に戻ろうと思います。はい、前の方に戻ってまいりました、はい、まあちょっといろいろと熱く語ってしまった部分もありますが、はい、まあ、こういった形でですね今回愛様の納車待ちなところではあるんですけども、はい、例えばこの動画を見てリムジン8、ああいいな、ちょっと欲しいなとかって思った方はですね、ぜひとも問い合わせいただければと思います。私もお金持ってたらこの車買いたいです。これマジで思いますね。まあちょっとじゃあまた次回動画撮っていきたいと思いますので皆さんお付き合いよろしくお願いします。本日はありがとうございました。